すのはバンダイの樹海の木のマナストーンですね。まずはランプバナの森にあるエルフの国ディオールを探しましょう。木の精霊のドリアードがなく、この植物は月夜草ね。私の力でなんとかできそうですよ。こんなところに？おや、これは皆さん。シャルロットはおじいちゃんの病気を治すためにディオールに行く途中でち。皆さんが白杖にもシャルロットを置いていってしまったので、波乱万丈の冒険の末やっとここまでたどり着いたんでち。そうだったの。ごめんね。わかればいいんでち。解放に乗るという命がけの大冒険だったんでちから。それってもしかしてマイアまで定期船で渡ってボンボヤジの大砲に乗っただけってこと？うっ、まあそうとも言うでち。それはともかく、あんたさんたちこそこんなところで何うろうろしてんでちか。これからエルフの村ディオールを探しに行くところよ。きっとあんたちゃんたちはたどり着けないでち。シャルロットはおじいちゃんからちゃんとこの森の秘密を教えてもらったでちからね。それは何なの？へへー、教えてなんかやんないでち。すぎて暴れ足りないぜ。めんどくせえ。すぐ当たりつけてやるぜ。Yeah!
この森は一人じゃ危険よ。うい、分かったでちゅ。この森の花は夜になると赤く光るんでち。赤い花をたどればディオールにたどり着くんでち。ほれ、そこに赤い花が咲いてるでちょ。あっちの方に進めばいいんでち。シャルロットはまたモンスターがいると嫌でちから、あんたしゃんたちがモンスターを全滅させた後をついていくことにするでち。させたようだな。この森のどこかにエルフの国リオールがあるのよね。雰囲気的に普通の森じゃなさそうよ。注意して進みましょう。そこです。精霊よ、力を貸して。そこそこです。これはくそ。そこ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 まだまだ当たって。まだまだこの辺の敵は全滅させたようだな。これで。この閉じ込みの技です。風よ、ダーッ。そこでダイヤリーダー。
ぶっ飛ばすThank you.
人間と話すことは何もない。お引き取りくだされ。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと、お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。やっとミナシャンを見つけたデッチ。こんなか弱い美少女を置いてけぼりにするとは、血も涙もない極悪人デッチね。シャルロット、シャルロットではないか。あんた誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。ふーん、あんたさんが妖精王でちか。あ、それよりもうちのおじいちゃんが大変なんでち。妖精王のおじいちゃん、うちのおじいちゃんを助けて。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが？そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いに命を縮めるため、わしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが、リロイとシェーラは命よりも大切なものがあると、このディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見て、わしは説得を諦めたのじゃ。それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった。自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないよう、このディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。しばらくそっとしておいてやろう。司祭殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王様、フェアリーさんと私たちは聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。火のマナストーンの近くへはどう行けばいいでしょう。ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。いらっしゃいませ。
また来てください。